のかちゃん方式しかないよな。そうだ、のかちゃんがやっていたみたいにすれば。僕はそうちゃんを無言で抱擁した。めちゃくちゃ抵抗されるけど、もう少し。はあ、はあ、何しやがる。そうちゃん、落ち着いた？うるせえ、キモいんだよバカ、こっち来んな。そうちゃん、うまくいかなかった。僕じゃ胸部の圧が足りなかったってこと。とにかく追わないと。くそ、プロテインが足りなかった。おー、光ってる光ってる。ちなみにこれは法一さんと合流したパターンですね。そう、合流してってか、このパターンじゃないと法一さんが生きて合流はしないんだよな。違う、これは聞いたね。じゃあこれで台本を回収して、これ書いたのあんただろうって法一さんに叩きつける。台本でビンタ。内容は変わってないよな。制限時間、逃げてと。今なら聞けるかも。あ、マジでいないとはねって。それはどうなんだ、演技なのかな。じゃあとりあえずここら辺を調べて調べて、ロッカーもだよな。大体の状況を把握した。僕は教室の状況を法一さんと共有することにした。なるほどね。ケンちゃんがいない上に血の跡が窓に続いてて、しかも開いていると。その上、そうちゃんが割と確信を持って、あれはケンニーだって言ってるってことは。マジでケンちゃんイコール、猫かむり説がありそうじゃん。じゃあ、僕らが最初に発見した時には、ケンちゃんは死んでなかったってこと？見つけた時は瞳孔を開いてたし、脈も止まってたから、死んだと思ったんだけど。素人判断だった。その可能性がないとは言い切れない。法一さん、本当はあの時知っていたんじゃないの？ケンちゃんが生きてるって。どういうこと？ケンちゃんが猫かむりだったとしたら、一人だけではみんなを欺くのが難しい場所がいくつかある。例えば、みんなに発見された時、誰かに救急車を呼ばれたり、揺さぶられたり、心肺蘇生を試されたりして気づかれてしまうかもしれない。でも、協力者がいたら、成功の確率が上がる。真っ先に駆け寄って人を近づけないとか、はっきり死んだことを伝えるとか、警察の捜査のためといって教室を施錠しておくとか。それができたのは一人だけ。法一さんは協力者だよね。にしてはあっさりと教室を開けた。鍵を貸してくれたもそうだけど、がよくわかんないんだよな。そうだとしたら、他のことにも説明がつくんだ。見回りの後、みんなを談話室に集めて電話を聞かせるため。かくれんぼの前に、浴室の扉の前にずっといたのは、誰かに中に入られないようにしていたため。ノートを肝試しで仕込んだのは、あれ？それは、なんで？違うなら、そう言ってほしい。でも法一さんはずっと何かを隠してるよね。そこまでたどり着いてんのか。やっぱ今日のお頭、勘が良すぎるな。法一さん。法一さんが僕の口に人差し指を当てて制する。なんかあざといことしてきたこの人。でも、今は内緒。大丈夫。すぐにわかるからさ。今の声。猫かむり。ケンニー。ケンちゃん。生きてるならそう言ってよ。そんな被り物で出てくるなんて、心臓に悪いって。何、これ。猫かむりの手には包丁。その切っ先は法一さんの心臓の位置を貫いていた。ああ、そう。
そうきたか。ほういちさん、今回は窓閉めてなかったんだな。あれこれ、またバットのパターンじゃないか。ケンニーはそんなこと、え、そうちゃん。のかちゃん危ない。おかしらくん、そうちゃんのこと、お願い。のか。ああ。わあ。そうちゃん、倒れて、いや、処理落ちしたんだ。芽吹きの園は狂ってる。だから法一さんを、のかちゃんを殺したの。教えてよ、ケンちゃん。猫神が包丁を構える。僕らも殺す気だ。逃げないと。僕はそうちゃんを半ば引きずりながら教室を飛び出す。後ろを振り返る余裕なんてなかった。背後の猫神の足音は聞こえなかった。外から音はしない。なんとか逃げ切れたけど、あ、で、あれこれまた説得の方に行くパターンじゃないか？いや、これ説得したら確定バットだったんですよね。いや、探索甘かったのかな。ま、とりあえず、いや、でも、この法一さんとのかちゃんが教室で殺されたパターンではできないのかな？説得はちょっと飛ばして、あ、いや出てるな。このパターンで説得するとゲストルーム2の方に入れるっていうことがあるくらいか。んー、いや、それもまあわからんけど、とりあえず説得フェーズはやってみるか。そうだ、理由。じゃあ、まあ、上書きでいいか。で、説得パート自体は、もう、パターンはつかめているので、その通りやる。で、多分流れ自体は変わらないから、ちょっとスキップさせていただく。まあ、これに関しては一発で説得できたんだけど、そう考えるとやっぱり、マシロン、強敵だったよな。っていうのをすげえ思う。一緒に行こう。一緒に行って、ここも、あ、飛ばしちゃったけど多分変わってないな。で、ピシリと割れても、これも変わらないか。よし、行くぞ、おかしら。ついてきてくれんだろう。何か変わるかな。変わってなかったらまたまるっとカットなんだけど。紙の束、これどこかで。マシロに借りたノートのと同じ紙。じゃあこれって切り取られた続き？台本は切り取られた続きじゃなかったのか。切り取られたページのノートのページを手に入れた。法一さんが持っていたんだ。え、これって、これって何？アイテムとして手に入れた？切り取られたノートのページ。これは、あ、何も言いませんね、おかしらくん。のかちゃんの死体を、あ、そうちゃんと合流して見たのは初めてか。ミシン目にとって、ああ、これは消費されなかったな。これを何を見つけたんだ？これで何が変わるんだ？ああ、やっぱここか。マシノンへの根回しが必要だった。そういえば、バッドエンドの時後悔してたっけか。これノートですか？やっぱり続きがあったんだ。どこで見つけたの？法一さんが持ってたんだ。そう、
なんだ、マシオ、怖いよ。まずは最後まで見てほしい。僕も読んだけど、多分これが真相だと思う。ああ、ケンちゃんが話そうとしてた真相？真相。そういえば、法一さんが言ってた。マシロンに会ったら伝えといてよ。マシロンの信じた通りだよってね。僕が信じた通り。マシロンの信じた通り。これもなぁ、マシロンの気持ちにならないとわかんないんだけど、そういえばマシロンルートの最後って、崩壊していく世界で、なんか時間が来るまで話を聞くからみたいなこと言ってたけど、あの時多分ケンちゃんが犯人だってわかってなかった？わかってた？いや、どこで気がついたんだろう。何を考えてるんだよ。そんな危険なことさせられるはずないだろう。ここは僕らに任せてほしいんだ。その代わりお願い。それを読んだ上で、マシロンには友達を信じてほしい。よくわからないけど、この状況で君がそこまで言うなら、何か意図があってのことだよね。わかった。読んでみるよ。お頭も気をつけてね。危ないことをしたらダメだからね。とりあえず二人の無事が確認できてよかった。そうだ、早く行かないと。うん、そうだね。え、行くって。ケンニんとこ、じゃあな。待って、そうじゃん。え？あ、今の流れでもケンニが生きてるってことは話をしてなかったのか。まあ、根回ししたし、よし。ああ、ノートには、ケンちゃんが何かっていうことが書かれたのが、ちょっと変わったな。え？読んだよ、計画ノート。まさかドッキリだった、とはね。本当に良かったです。安心したら気が抜けちゃいました。え？死んでな、いや、いや。だとしたら、法一さんのドッキリのノートが見つかった時に法一さんが、なんだ、バレちゃったかっつって、起き上がりそうなものなんだけど、え、そうちゃん、演技できる？刺された。法一さんに後でしっかりお説教しないと。それよりも。ケンちゃん、足が動くって、本当？なんで、ずっと僕に黙っていたの？ケンちゃんはおもむろに、一呼吸を置いて、マシロンに向き直る。そしてそのまま、頭を勢いよく下げた。ごめん。最初にここに来た時は、本当に動かんかった。バテン、ここで過ごしてるうちに、少しずつ動くことになって、今は長時間やなかったら、歩くくらいはできるとよ。そんな、じゃあどうしてそれを言わなかったんだよ。本当は、マシロに最初に言おうとしとった。バテン、お前に何か言うと思うほど、なんて言ったらよかわからんことになった。言った時の反応が怖かった。裏切ったと思われと、なかった。いや、ま、事実、そう、だったもんな。そうならんで済む方法ば考えとったら、タイミングを逃して。そんな。そうこうしとったら、法一さんが先に足のことに気づいてな。露言したらみんなに言えるか相談した。そしたら今計画ば持ちかけられた。合宿で企画してるイベントでその足を仕掛けに使わせてほしい。そうしたら全員に種明かしするときに足のことも言えるんじゃない？そういう件乗った。乗っちゃったんだ。もう勢いでいいかな、一生言えんと思って。俺もどうかしとった。だけごめん。ずるいよ。そんな言い方されたら、怒るに怒れないじゃないか。マシロン。よくわかんねえけど、こっちも仲直りだな。でもマジでビビったんだからな。もう絶対すんなよ、ケンニー。ということはみんな生きてるってことですよね。呼びに行った方がいいのでは。そうだった。
それなら僕、行ってくるよ。あ、いえ、私が。お花を摘みにも行きたいので。外行くのか、雨降ってるぞ。そっか、気づかなくてごめんね。それじゃあお願いしようかな。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。加速装置。生きてないよ。だって本当に死ぬもんな。お頭はな、他のみんなは演技だった。少なくともお頭は死んでるぜ。バッドエンドで。たく、死んだふりで脅かすなんてひでえよな。そうだね。でもみんな生きてんだよな。うん。じゃあもういいや。ソウちゃんはクローバーを手の中で回して眺めている。そのクローバー、ノカちゃんにもらったんだ。なんだ、やっぱそうか。俺もよくもらうからな。家にすげえある。そうだったんだ。俺が教えたんだ、あいつに。だから、これもらって思い出した。俺がしっかりしねえといけねえってこと。そっか。僕はソウちゃんのことを少し誤解してた。少し幼くて、苦手なことが多くて、突拍子のない行動ばかりで、些細の記憶との差に混乱する山嵐だから。周りが僕が助けないといけない存在なんだって、どこかで思ってた。でも、そんなことなかった。ソウちゃんは僕にないものをたくさん持ってる。誰より素直に行動できて、人と向き合えるソウちゃんは、あの頃の僕より、ずっと強い。あ、そうだ。俺、お頭に聞きたいことが。顔を上げたソウちゃんと視線が合ってしまう。その瞬間、脳裏に映像が映し出された。早く、こっちだこっち。待って。ほら、これ。クローバー?いや、四つ葉。同じなんじゃ。違うぞ。葉っぱ四つのは持ってたらいいことあるって。幸せ?だって。そう。あとは、こうする。踏んじゃうの?おう。そしたら、三個が四個になる。三つ葉が四つ葉になる。いいだろ。うん。これなら、農家ちゃんも怒られない。だからさ、あんまり遠くに行くなよな、農家ちゃん。うん。わかった。小さい頃の、そうちゃんと、農家ちゃん。うっか。そうちゃん。そうちゃんがその場で、頭を押さえて、しゃがみ込む。頭、痛え。そうちゃん、大丈夫?触んな。なんだ、これ。わけわかんねえ。なんで、違う。こんなの知らねえ。けど、知ってる。これって、世界崩壊は、起きない。けど、そうちゃんの様子、なんか、そうちゃん、もうすぐみんな帰ってくるから、したいことを考えよう。一緒に遊ぶんでしょ?せっかくの合宿だから。とそうだ、時間がもったいねえじゃん。したいこと。トランプとか、枕投げとか、あと、いっぱい。これ以上は危険な気がする。うっかり目を合わせないように、気をつけておかないと。どの道あと少しで、時間切れなんだ。せめてそれまで。強制崩壊はしたくないよな。そうちゃんが、のかちゃんに、のかちゃんが怒られない。遠くに行かないように。わかんないな。あの時にはもうわかったしか言わなかったんだな。そうちゃんも、なんか、主人公っぽいムーブだったけれども。
さっきは何を落としたんだっけな。忘れた。まあ、いっか。みんな帰ってきたら遊ぶぞ。今夜は夜更かしだ。あの株にも、中はバリ扱っとったい。今はいつものケンちゃんって感じだ。別のルートだと、ちょっと違いすぎるからな。ケンちゃん本当に殺してないの？殺しててこの状況だとしたらすげえ演技、もしくは人格がいくつか。芽吹きの園は狂っとる。ここにおったらいずれ俺は殺される。だけ、やられる前にやった。足も誰にも言わんと動かせるようにしとった。俺はもう同じ過ちは繰り返さん。じゃああの時のケンちゃんが言ってた言葉は何だったんだろう。どげんしたと？うん。結局、ケンちゃんのことは分かったような、分からなかったような感じだったな。でも、無理にここで引き出すことはできないかもしれない。園長もそういうスタンスだったし、何よりこの事件は、もう決着がついたんだから。慢心だぞ、おかしら。もう一遍全部伝え、いやでも帰ってくるって言ってんな。わかんねえ。まだわかんねえ。くるっとるって言ってる時の演技だったとも思えないしな。しかも、やられる前にやるっていうのもきっと本心だし、ケンちゃんの過去に関係するんだよな。部活中に誰かにはめられて怪我をして人間不信？ま、それが単純に考えれば一番あるのかもしれんけれども。ブレーカーをいじっても電気つかなかったんだ。土砂崩れと停電は、この雨のせいみたいだね。こんな時にドッキリを決行するなんて、まったく、大一さんは。でも、停電してからずっと、事務室にいたから、いつの間にか終わっていた感覚なんだけどね。特性は落ち着いてるみたい。まあ、しっかり根回ししたもんな。根回ししたけど、ちょっと危なかったよな。いや、ケンちゃんが素直に頭下げてくれて、よかったわ。前の牢上の時みたいに、友達への疑いが悪化するような出来事も特になくて、ずっとめめちゃんと二人でいたから。二人で。マシロンはめめちゃんと二人で何して過ごしてたの？え？そうだね。めめちゃんずっとフリーズしてたから、毛布かけたり水をあげたり、時々話しかけたり、そんな感じだったな。観葉植物か何かかな？おかしら観葉植物に声かけんの？私はかけるよ。でごめん、おかしらたちは大変な目に遭ってたというのに。うん、なんか平和で安心した。そういえば今更思い出したけど、ここでマシロンとケンちゃんがやり合ってバッドエンドになった時、ソウちゃんと目を合わせて黒猫が死んでるシーン見たんだよな。あれはソウちゃんの記憶だった？それともソウちゃん以外の誰かの記憶が混じった？そこら辺謎。やっぱり黒猫なんだよな。黒猫がなんだ？単語か。それにしてもケンちゃん、こんな計画があったならどうして先に僕に相談してくれなかったんだよ。まだ言うとる。あのな、言っとってもお前は絶対反対したやろ。もちろんしたよ。だってマシロン相手だったらドッキリ一つすんのも命がけだもんな。ほれ見ろ、それが分かって言うやつおらん。でもこの計画の本当の目的はなんだよね。まあな。だったらもっとながあっただろうし、それなら僕だって協力したのに。もっとマシな方法？そこはまあ企画の趣味やなかと。ああ、バラ様に後で怒られると思うけど、こればかりは僕構わないからね。想像したくなか。めっちゃ怒るだろうね、バラ様ね。ちなみに今回触れてないですけど、バラ様は、電話が鳴ってくる前に出て行こうとしたのを止めなくって、かつ三角定規は渡してません。全部終わったんだ。フラグ立てないでおかしら。猫かむりは法一さんの企画したドッキリで、誰も死ななかった。楽しい合宿への道はあったんだ。これまでもそうだったのかもしれない。だけど、山嵐特性というレギュラーが発生して、計画が途中からノートの内容から逸脱した。
それさえなければ、本当はもっと早く楽しい合宿ができていたんだ。紆余曲折はあったけど、これでハッピーエンドだ。あれ？変だな。もっと喜べると思ったのに。なのに、なんだか。なんかお頭は気がついてる。それとも、物足りないなって、思った。お帰り、めめちゃん。みんなは？ドアを開け放っためめちゃんの姿に、思わず息を呑む。おか、しら。みんなが起きてくれません。血がいっぱいで、死んだふり、なんですよね。みんな、ちゃんと、生きてるんですよね。猫かむり。めめちゃんの背後で何かが光る。包丁。めめちゃん。今すぐ入って、ドアを閉めて。え。次の瞬間、めめちゃんが動くよりも早く。猫かむりは、まっすぐに手に持った包丁を振り下ろした。めめちゃん、大丈夫か？何かあったと？何、あれ。なんだよ、めめこうがどうしたんだ？そうちゃんはそこにいて。ケンちゃんはここにいる。じゃあこれは。ケンちゃん。もしかして、ドッキリがまだ続いている、なんてことはないよね。違う。俺はこんなん聞いとらん。めめちゃんまでなったら意味がなか。え？めめちゃんを狙わないことに意味があった。そう、ずっとめめちゃんは死なないなとは思ってた。めめちゃんか。めめちゃんを大事にしているバラ様関係。いや、意図がわからん延長関係。今猫カムリ二人目入ってるのは第三者。もしくは、のかちゃんと、ほういちさんのどちらか。とにかく逃げないと。資料室の番号は覚えてる。少しの間なら、みんなで入るくらい。みんな、こっちだ。行こう、捕まって。おう。が、ケンちゃん。うっく。ケンニー、マシロン。笑ってる。体の底からおぞけが走るようなノイズ混じりの不快な笑い声。雰囲気が、動きが、明らかにこれまでとは違うのが分かった。あれ、このパターン他にもあった。どっかのバッドエンドで、ケンちゃんじゃない猫かぶりっぽい奴がいたのは覚えてる。確かこれも、この職員室、事務室にいた時だったな。早く資料室を開けないと。なんだよ、お前。そうだ、そうちゃんなら。そうちゃん、番号を押して。開いた。急げ。これ、そうちゃんに番号を見せてなかったら、バットだったんだろうな。僕らは間一髪で、治療室になだれ込む。はあ、なんとか逃げ切れた。そうちゃんが番号を覚えててくれてて、助かった。なあ、これも嘘だよな。おい、なんだよそれ、違う。本当だ。本当だってお前。逃げるときに肩を切りつけられたんだ。ちょっとかすったくらいだと思っていたのに。じゃあ、ケンニーたちは、本当に。シャイニング。ドアをぶち破れる人って、
ケンちゃん除けばやっぱノカちゃんぐらいじゃないか。しかもマシロンとケンちゃんを瞬殺するくらいだし。ドアの隙間から赤く大きな目が不気味に覗く。うわ、うわ。そんな、治療室のドアを壊した。今までこんなことなかったのに。扉を破られたら終わり、僕らに逃げ道はない。このままじゃ、玄関の鏡まで行くこともできない。こっから助かる方法なんて。なんだよ。一つだけしか、ない。強制的な世界崩壊が、何やってんだよ。この状況で僕ができる残された方法。それは、そうちゃんの矛盾を引き起こし、強制的に世界崩壊を起こすこと。今回の情報を次に活かすためには、こうするしか。もう時間がない。そうちゃん、ごめんね。僕はそうちゃんの正面に立ち、視線を合わせた。その瞬間、脳裏にそうちゃんの記憶が映し出される。まただ。なんだ、これ。違うのに、知ってる。俺、殴ったよな、お前のこと。殴った？俺が、いつ？そうだ、バラ様が死んでた、2階のとこ。ケンニーが、俺を殴って。マシロも、ケンニーを、俺を包丁で。いや、でもさっきは、みんな笑って。これは、合宿の出来事。それも、この週でそうちゃんが体験していないこと。何回も強制終了で帰ってきたら、そのうち何らかの弊害が出てきてもおかしくないんだから。もしかして、これが。頭いて。お前は、お頭は、なんだ。わかんねえ。わかんねえよ。俺の頭、壊れてる。やっぱ、おかしいんだ。そうちゃんはおかしくなんてない。違うのは、僕の方だよ。ごめんね、そうちゃん。僕に近づけば近づくほど。矛盾に気づけば気づくほど。君が混乱することを分かっていたはずなのに。ただでさえ自分の記憶と現実が違うことに違和感を覚えるそうちゃんが、知らない世界の記憶をそのまま持ち続けていたなんて、きっと苦しかったはずだよね。僕を否定して、そしたら全部終わるから。お頭は違うんだよね。そうだ、違う。だって、お頭は、ここに、いるわけねえんだ。うん。世界に細かいひびが走っていく。もう崩壊は止められない。けど、ちゃんと見た。お前は、俺を信じてくれた。だからもう、絶対忘れねえ。お前も、友達だ。ありがとう、そうちゃん。次の瞬間、目の前の光景がジグソーパズルのように細かい欠片となってバラバラに弾け飛んだ。世界は形を保てなくなって崩壊し、螺鈿細工のように暗闇に点々と散らばる。どうかしら、総学？すっげー広い。広いし、あと広い。ここが新しい学校。ん？素敵でしょ？ばあちゃん、これちゃんと採算取れんの？こんな無駄にでかい校舎なのに、生徒は俺ら3人だけなんでしょ？もう、そういうことは心配しなくていいの。それに、今は3人だけど、そのうち増えていくわよ。3人でいい。そうなったら、
兄弟の相手全部俺じゃん。絶対嫌なんだけど。言って。え、なにこれ木の実？無言で飛ばしてくるのやめてもらえます？つうか、そういうとこだよ。もう、やめなさい、二人とも。学校。心配かしら、総学？だって、俺学校嫌いだし。学校というより、居場所だと思ってくれたらいいのよ。居場所？そう。ここに来て、ゆっくり好きなことをしたり、勉強したり、誰かと遊んだり、話したり。いろいろな理由があって、普通の学校に行くことができない子供たちが、そういうことをできる場所にしたいと思っているの。俺と同じ。そういう子もいるかもしれないわね。そっか。よし、わかった。俺、そいつらと友達になる。どうした？急に。だってさ、そうしたら毎日絶対楽しいじゃん。な、脳か。喉か。ん？これが先輩か？新入生と長続きするといいね。絶対絶対仲良くなる。仲良くする。ここに来るやつみんなと友達になる。ん？総学君らしい素敵な目標ね。一緒に友達を作りましょう、総学君。お帰り、鶴屋君。帰ってきたか。総ちゃん編はこれでおしまい。多分前編はこれで終わりだと思うんだ。ただ、解けた謎、解けた以上に深まった謎がまた、二人目の猫かむりと、あと、お頭という存在。ここにいるはずがないっていう、もともと、お頭のこと自体は知っていたのか、そうちゃんは。ただ、いない理由がある。わかってる。もともとお頭は死んでいる。それとはまた別の何か。倒れていた黒猫の正体、めめちゃんが泣いていた理由。うん、わかんねえ。惜しかったね。せっかく楽しい合宿まで、あと一歩ってところだったのに。鶴屋くん？まだ、何も終わってなかった。もう一体の猫かむりの正体。この合宿での出来事、その全貌。僕の知らない、みんなのこと。僕がわかっていることは、たった一部に過ぎなかった。楽しい合宿に至るまでには、まだ足りない欠片がたくさんあるんだ。それを知らないまま、終わらなくてよかった。すべて知って、楽しい合宿を目指すんだ、今度こそ。そのためにできることが、きっとある。まだ続ける気？うん。せっかくここまで来たんだ。止まってなんて、いられないよ。君は、いや。もともとここは、そういう場所だ。好きなだけ試すといいよ。君が、納得できるまで。うん。魔教君が、あの魔教君が、言葉を飲んだな。僕はそっと、鏡に触れた。
気づかないんだね、釣り屋くん。君が今、どんな顔をしているのか。鏡の世界は、僕の希望する条件を、元ある世界にねじ込んだ if の世界。希望と現実を、うまいこと帳尻合わせした世界。僕はいつも通り希望を唱える。大丈夫、楽しい合宿への道はきっとある。だから行こう。次の合宿へ。そして世界は反転する。